皆さんこんにちは。なるほど。てんです。今日も謎解きの時間で遊んでいきます。ファイル69、えー。消えた凶器と。さあ、氷系ですかね。消えるのは。クエスチョン1。冬はマイナス10度にもなる北海道のとある町で、えー、氷彫刻家の女性がシャイで見つかった。死亡推定時刻は夜11時。発見された時遺体は凍る寸前だった。原因は何だろうかと。やっぱり雪シリーズですか。寒いとあれですよね。 んどういうことですかええー、と、凍る寸前だった原因は何だろうかと。暖炉が消えているからですかね。やっぱ暖かくないと凍っちゃうってことですかあ、違いますか。ええー、と、夜11時。原因は何だろうかと。うーん、どういうことですかね。うーん、奥に氷が。 ありますけど氷があるからですかうん、なんでしょうかなんか水溜りがあるからですかねえ <laughs> どういうことですかね、えー、女性は水でびっしょぬ、えー、濡れていた暖炉の火はすでに消えており極寒の地で濡れた遺体は凍る寸前になっていたあそういう意味ですか 彼女は未亡人で一人暮らし、発見が少し遅れてしまったようだ。警察は殺人事件として捜査を始めた。室内なのに溺死という奇妙な検視結果が理由だと。犯人はどこか別の場所で殺害し、リビングまで連れてこられた可能性があると。連れてきたんですかさあ、クエスチョン2。不思議なことに女性の顔は緩やかで苦しんだ様子がない。なぜだろうと。えな、なんでですかね。奥の額縁のあれですかね。 同じ方ですかではなさそうですけど。えー、っと、抵抗したことが、抵抗した後がないってことですよね。うーん、難しい。なんか、口を塞がれたらでも穏やかにはならないと思いますけど。歴史ですよね。ああ、それがこのハンカチ、睡眠薬かなんかが含まれてたんですかお、違いますか。 な,るほどくんのなかなかしっかりとしたスリーをです、ね、不正解とはですね、悲しすぎますね、ちょっと。ああ、わかりました、この女性の左の手のところに何か跡があるから、これは注射かか何かですか女性の左腕には注射の跡があり、おお、強い睡眠導入薬が投与されていたと、投与ですね。 その時に暴れるんじゃないですかえっと、おかしなことに使用された注射器は女性のポケットが見つかったのだと。わざわざ犯人がポケットに入れたのだろうかと。クエスチョン3と、わかったこれは他殺,殺じゃない。彼女は意図的に溺死しようとしたのだと。つまりこれは自殺だと。ベテラン刑事がそうひらめいたおじいちゃんですかね、ベテランの。あるものが目に入ったからだと。女性が自ら溺死するために使ったものがあるというが、それは何だろうかと。氷ですかね。<laughs> おお。 ケージが見たのは窓の外にある、えー、氷柱ですか,柱ですか、えー、と氷彫刻家の彼女なら氷の中心を削って顔をすっぽりと覆う形状に加工することは容易なはず自殺した時に暖炉をつけておけば氷は自然に溶ける睡眠導入薬を売ったのは自分が苦しまずに溺死するためだろうと。クエスチョン4と彼女が自殺を意した理由は何だろうそのヒントとなるのは現場に残されているだろう ああじゃあこの額縁のこちらの方だったんですかね。お正解しました。女性には重い病気で入院している、あ,あ、お子さんだったんですね。その治療費を組み出すのに苦労していたという、彼女には多額の保険金かけられており、えー、ただただ見せかけた自殺を、えー、計画したのだったと。あ,あ、保険金もあれですよね。自殺だと出ないんでしたっけ。いや、悲しいですね。さあ、では今回の動画、以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。